はい、皆さんこんにちは。ひなです。さかです。リブログです。私たちはオープンカーを借りました。花見シーズンをがっつり楽しみたいから、今日はオープンカーでめちゃくちゃいい桜の景色を楽しみたいと思います。はい、行きましょう。オープン、ここでオープン、オープン。全然寒くない。あったかい。本当にこの天気はオープンカー天気だね。オープンカー日和だよ。そう、すごい。最高。今日はちなみに琵琶湖に行きます。琵琶湖の上の方の奥琵琶湖。ちなみに今日は何の車を借りたの？ベンツの SLK っていうミニベンツを借りました。ミニベンツ、可愛らしいミニベンツを借りました。プチプチベンツ。そう、前実はオープンカー借りて、その時はポルシェのボクスターを借りたです。うん、これオープンカーで面白いよね。そう、琵琶湖パークウェイ。琵琶湖。あ、琵琶湖だ。そう、琵琶湖。うわ、あ、めちゃめちゃいいな。うわ、最高じゃん。晴れてめちゃめちゃいいな。はい、ここ曲がってもう近くなるよ。あ、海津大阪。海津大阪。坂始まったよ。すごいじゃん。左にめちゃめちゃ桜があるよ。琵琶湖がその後ろにあるよ。これはすごい。コロナに一番合う花見のスタイルだね。そうだよ、全然密にならない。誰とも合わずに花見ができる。最高だよ。だからここでビールを飲んで、なんかおつまみをした方、したくなるけど、コロナ時代にぴったり。いやー、オープンカーめちゃめちゃおすすめだよ、ね、オープンじゃなければ。確かに上見れないもんね、こういうところ。めちゃめちゃいい。うわ、またいいな。前見せたわけで、めっちゃ綺麗よ。またいいな。うわ、やば。もうずっとまためちゃめちゃいいな。桜桜桜。うわ、うわ、これ歩いてる人もいるけどいいね。そう、歩いてもいいし、これさ、自転車のさ、道もちゃんとこう幅取ってあるじゃん。うん、だこれツーリングで自転車で来るのもいいね。で、どこから？名古屋から。マウンテンバイクで100何キロ。最高でしょ。天才だね。これはでも新しいね、この桜と湖のこの広大な感じ。いや、本当にめちゃめちゃいいよ。これすごいわ。あと今はピークでしょ。うん、
だから今日で全部真っ白ピンクに咲いてるのがベストタイミング。ここに改造先、ここが改造先なんだね、うん、あと一応出店みたいそうね、やってる、音楽流して本当だ終わったと思うよ、タカ。え、多分ここで終わった。はい、今レストランを調べた。今日はちょっとピザを食べる。着いた。うわ、かわいい、ロッジみたいになってるね。え、かわいい。ほう、めちゃめちゃかわいらしいね。私チーズが大好きだからこのピザが最高。うん、チーズ、チーズ、うん、チーズ、うご、だけど美味しかった、うまかったです。レナの運転でいきましょうか。まずはね、オープンにしましょう。すごい、このガバッとここに入るんだね。フルオープンになりましたので行きましょうか。レッツゴー。おお、レナさんやりますね。やりますね。気持ちいいよね。気持ちいい。はい、というわけで海津大崎に戻ってきました。ここさっきのとこだね。ああ、そうだね。このままここの海津大崎抜けて奥琵琶湖パークウェイまで行こうと思います。どうしたのレナさん。いや、もうやめたいの。緊張で。いや、もうプレッシャーがやばい。あの、別に車が来ないならいいけど、車が来たら毎回ぶつかるーと思っちゃうぶつかるーとっていうのを学んでた。私の車じゃないから、お母さんの車だったらいいけど。またトンネル、もうやだ。トンネルだらけです。無理だよこのトンネル。ここは止まっといた方がいいよ。はい、向こうから来てない。チャンスチャンス、いけいけ、ゴーゴー、チャンスチャンス。相手が来ない間にゴーゴー、チャンスチャンス。レナさん交代です。狭っ。何これ、こんな状況で運転してんの。大丈夫。ほら頭出てるよ、もうタカはね。レッツゴーレッツゴー。うわーうわーうわー、タカのスピード、うーわー。何を言ってる。何キロ走ってる。いや15キロ。これしたらうわ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 、やめろ、事故になるでしょ。あー、桜綺麗だね。もうずっと見れなくて、あー感動するな。今からは奥琵琶湖パークウェイだね。桜並木奥琵琶湖って書いてあるね。え、今は桜で、奥琵琶湖エリアの桜はやばいよ本当に。オープンカーを借りてね、もう一日ずっとドライブしたらめちゃめちゃいい。最高だよ。すごいよねこれ。左も右も全部サークルで桜。着いたね、展望台。奥琵琶湖パークウェイ展望台着きました。はい、到着です。これは名物なのかな、動物の森で、この動画はここで終わりにします。
琵琶湖は良かったならぜひいいねボタン押してください。もし知らなかった人はね、来シーズンぜひトライしてみてください。いや本当にめちゃめちゃおすすめです。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。